おはようございます、今日は6月13日ですね、気温が 25.8、湿度が 45%、室温が 23.0 で、湿度 53% ですね。まあ今日はまた暑くなるんじゃないかという感じがしますね。日差しも出てきました。今日はモカにしました。モカですね。モカを、立てようかなと思います。でまあ大体今在庫を見て、まあ、モカはなんとかなるけど他のモモがちょっと危ないので、とりあえず、在庫のあるものを、今日は立てようかという感じですね。そして今日の格言、まあ、通販に関して今通販シリーズなんですけど、今コーヒープロというのが立ち上がって、頑張って動いてるわけでありますが、まあ正確には頑張って動いてるのは代表で、まあどっちかというとワシャワシャと、動いてるのがボウという感じですかね。動いてる時に動くのは楽である。はい、そうなんですよ。物事っていうのは止まってる状態から動くのはすごく大変ですけど、動いてる状態でこうちょっと方向転換とかなんかにはエネルギーが絡むわけですよね。だから、こういうふうにああだこうだやってる時にじゃあこういうふうにしよう、ああいうふうにしようっていうのは思ったよりも楽に、動くというようなノリです。はい、まずはコーヒー用意しましょう。まず穴掘ります。まあ実際にはフレーバーなんかも通販にまあ今でもまあやってますけど、もうほったらかしでまあそこそこ売ってはいますけど、まあずっとほったらかしなんですね。ホームページだってほったらかしだし、YouTube だって一生懸命やってるというものの、惰性でちょっとやってる部分はあると思うんですね。で今、コーヒープロに関しては今動き始めたとこなんで結構ひしこいてやってるわけですよ。当然商品の文章をちょっと、入れてみたりとかいろいろなことをまあ一応やってはいますけど、とこういう風にするとどうだろうか、ああいう風にするとどうだろうかって言って、まあ当然代表とかなんかはいろいろそのシステムの中でこういろいろ取り組んどるわけですね。そういうのをこう教えてもらってこう、試してみると、あこれすごい機能だなとか、あこんなことができるんだ。つまり、昔20年も30年も前に始めた頃には全然、なかったような機能ですよね。そういうのがバンバンこうプラグインとして、出てたりなんかして、あすごい時代だなというのは思います。はい、スタートしましょう。つまり動き始めた後にいろいろなことをああでもないこうでもないというやることは思いのほか楽なんですね。で結構動いておる状態での方向転換って本当に楽で、だから今動いてる状態だったらこういうことをやろう、ああいうことをやろうということが可能なんですね。だからある意味一休みしちゃうとそこからが動かすのは億劫になってしまうので、とにかく今動いてる最中になんとか、ある程度のとこまで、持ってきたいなという気持ちはありますよね。まあそこに関しては、代表の方が多分、強くは思ってるとは思いますが、僕も一応そういうふうに、コーヒープロをちょっと育てることをしたいなという気は思っております。
実際だから当然まあうちなんかはまあコーヒー屋としてもう30年ぐらいやってて、でコーヒー豆もまあ、そこそこ売るようにはまあなってるわけですけども、まあって言ってもまあ大したことはないわけですが、まあそこの中で何十年か前に、通販やり始め、Facebook や Twitter もやり、ブログもやりみたいなことをこうどちらかというと早い時期に、取り組んだわけですが、そのまま続けずにもう、すぐにもうある意味飽きてこうスッと手を引いてしまったことが多いわけですよね。で必ずそのやってる瞬間って結構、頑張ってて、だから最初の頃のホームページの更新スピードも、よそよりも早いかったし、ブログも毎日書いてた時代もあったし、そこからFacebook も Twitter もそうですけど、商店街巻き込んでやってた時代もあったわけですが、いつの間にかそういうとこからフェードアウト。はい、どうも。はい、実際に、その後ですかね、まあブログだとかホームページもまあある程度そこそこはやってたかもしれないですけど、そこでまあユーストリームっていうのが出て、そのユーストリームにまあ凝ったわけですよ。でユーストリームがまあ、撤退して、まあ、YouTube に乗り換えたわけですけども、ただその時にもっと本来は一生懸命やっておれば、多分 YouTube の方ももうちょっと、形ができたんだろうなとは思うんですけど、 Ustream から乗り換えた側なんで、あんまりそこが熱心ではなかったとこがまずかったですね。ただまあ YouTube だけはまあ継続しているので、ある意味この継続している状態から変化させるのはまあ難しくはないわけですよ。だからその YouTube と結局コーヒープロの連携みたいなものが取れる状態までは持ってきたいなというのは僕の中では思っておりますね。まあ結局今回はもう完全にコーヒープロに関してはまあ代表がもう本当に、まあ昔取った杵柄というんですかね、まあシステムの方を一生懸命やって、ここまで持ってきましてですね、まあ僕なんかはまあ本当にどちらかというと
今までの玉木の通販なら通販でもいいちゃんぐらいのノリでもあったわけですが、こう新しい、コーヒープロのシステムの方を見た時に、あ、なるほど、時代が進んでるんだなというのは実感しました。で、実感して、自分で、まあ、操作を、まあ、教わりながら、まあ、やってるんですけど、そういうのをこうやっていくうちにですね、あ、これはもしかしたら使えるかなという気はしてはおりますね。本当は時間がもうちょっと余裕ができたら本当に、まあ、ブログを書くとは言わないですけど、YouTube の管理を今のシステムで、管理できたらいいなというふうには思っております。ただ今はそんなことよりも、通販の方を、しっかりと運用させる方が先決なんで、まずはそっちからですね。いつも通り、300g まで、下がるまで待ちましょう。はい、320、もう少しですね。代表コーヒー入りました。はい、コーヒー入りました。はい、今日はモカです。まあ、途中中で、生が来て、はい、途中で、中座したって感じでしたが、まあ、とりあえず、今日はモカを入れてみました。うん、今日もバタバタですかね。うん、まあやることいっぱいですからね。頑張りましょう。はい。はい、モカ、モカらしいモカって感じですかね。うん、はい、そしてですね、コーヒープロオープンアニバーサリー、かなわくちゃん、今日もかなわくちゃん出てくるんですよ。それと、瓶詰めコーヒー、これに関してはやたら出てましてですね、この瓶詰めが出るとですね、実言うと豆が消えるわけですよ。豆が消えると作らにゃいかんわけですよ。結構大変ですよ、みたいな感じですかね。あと結構あれなんですよ、このガブ飲みアイスコーヒーに関しては、このコーヒープロの方でやたら出てましてですね、これ夏になる前にこれ終わりそうな気配ですよね。
はい、興味ある方は早めにお買い求めいただければと思っております。ガブ飲みアイスコーヒーですね。1キロだと8000円で、500グラムだと5000円と、1キロで買った方が安いよっていう感じですかね。あとこのセットもありますよ。ダリメゴールドマインのセットですね。 こっちの方もですね、3種類、お買い求めいただけると、1500円ちょっとお得になりますよというセットになっております。あとプラカナークですね。プラカナークに関してはですね、モノタロウから材料が来たらガンガン作る予定ではおります。はい、今日の動いてる時に動くのは楽であるとはいうものの、時間がないすっちゃかめっちゃかの状態っていうのは楽ではないですが、まあそれでも一応頑張ってプラカナークも作る予定なんで、玉木の商品お買い求めの方、備考欄にですねプラカナーク希望と書いていただければ、おまけでつけます。はい、ということで、仕事に戻ります。